マンバ、マンバはあいつはもうオートレースしかやらないから、あいつはもうオートレースに魂を売ったお人間だから、競馬はもう俺と川崎洋平とマロンでやっていくしかないよ今後、うん、ね、新しい配信者が出てくればいいけどもう出てこないじゃん、うん、まあ、川崎洋平もやってるのか知んないけどね、今俺しかやってないかもしんないけど、金牌は、あ、川崎洋平競馬引退したんだ、じゃあもう本当に俺だけしかやんなくなっちゃったん、競馬放送俺とマロンだけじゃんやってるの、傭兵いつの間にか引退したんだ、あ、そうか、だから東京大賞典もやってなかったのね、あいつが、いや、橋本君も配信が引退した、さあ、輪乗りが始まっています、京都金牌ね、うん、輪乗りが始まってます、じゃあちょラジオをつけますんで、ラジオ、17倍、はい、3連単100倍以下は1つだけです、11番アースコレクション、13番ルグランパントル、2番のパワースラッガーの順で、勝負レース、勝負レース、うん、そう、これ、これ4番が1着になったら終わった、4番来る、4番来る、安心してください、生まれは16倍から3連単は97倍からという、いや、もうだってじゃないと2番かけない、4時5分のスタートとなっています、ね、さあでは京都の金牌のスタート時刻3時45分エアスピネル、さらに指示を伸ばし、ね、1.8 2番が紙くずにならないね、まさか、ではブラックムーン、これ実況です、うん、ブラックムーン3着に来ても元返し、1着で大儲けで、そう、4番3着で元返し4ね、いや、しょせんは信じない、もう信じてください、もうこれはもう本当の勝負、今年のもう俺の金牌のね、やはりね、ブラックムーンはね、内枠がいいよね、これね、内枠天国だから、あの去年もそうだったけど、もう内枠が強いんだよ、うん、で、7、8枠が、ま、めったに来ないから、去年も1、2、3枠で決まったから、本当にね、もう毎年もう 4枠以降はね、5枠以降はほとんど来ない、このレース、うん、1から4枠が、そんなにブラックムーンはやっぱ強いしね、キャピタルステークスで 0.7 秒を突き放したから、うん、上がり1位と2位の間を、うん、よし、いいよ、黒、黒ボン、外から始まりそうな、いや、黒、あ、いいね、前に行った、いいね、いいね、7番手くらい追走してね、オッケーオッケー、いいよ、ブラック、ブラックマン、いいよ、2番剣道がいて、9番の大神サンダー、その外側から7枠は15番のマイネルハニーが上がっていきました、内枠は1番のブラックスピル、高一層前から5投目6投目、その後の内枠内4番、大丈夫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 、安心して、前との差5馬身ぐらい、ブラックメンは鉄板だ、ペーロも続いています、坂の方に各馬がかかります、そして中段の位置5枠は10番の KM 稲妻がつけて845、各馬が通過していきました、 KM 稲妻の外側からもう1頭が走ってこちらは8枠の1頭です、16番のサクラードにして最4コーナー中間を迎えます、中段後方の位置、こちら7番のテーム大砲がいて、その外側からはブラッカー13のビクトラム、4の5 4の5 4分かんない、どこにいるのこれ、18番のガリバルティ、4の5、これムーンクレスト、4コーナーカーブから池垣の向こう側からカッコが姿を現しました、そして最高峰、分かんない、4の5、俺も分かんない、直線コースの壁が炎上、ここでパワーの4の5、6番のエアスピレル、エアスピレルが突き放す、やはり力はあると、あ、4割か、どれ、あ、ちょっと厳しいか、これ、うわー、ダメだ、お前、うわー、マジで、マジで、やべ、全然、返してくれよ、お前、お前、お前、4はこれ、3 0 0メートルぐらいのところで先頭に立って、ね、うん、
そしてそのまま押し切るかに思われましたが、ブラックスピレルがそうはさせない。4、6着おい、バンバン、お前ふざけんな、金返せよ、お前何買ってくれてんだ。いや、もうふざけんなよ、お前。いや、もうこれ、まあ、しょうがない、これは。でも6着5番のフェまずは伸びなかったね、これ1、2着、なんとか持ちました。エアスピネル1着、エアスピネル勝ったの。2着は1番ブラックスピネル、バカ馬、そうバカ馬2レースとも来てんじゃん、これもうどうにもならんわ、これ。当たったの？外れました。外れましたよ。2万負けました。2万、ダメ、もうダメだね。もう絶対勝ってはねいけないバカ馬がないわ、ね、両レース来たらどうにもなりません、本当にね、もうどうにもなりません、うん、スさん、でも言ったでしょ、でも内訳が強いんだよ、内訳が。内訳が来たでしょ、間違いなく内訳天狗だ、ね、ああ。ブラックスピネルだったんか。うわないわ、金返せパパ。え？金返せよ。いや俺も被害者だから、全財産行っちゃったよ。いや俺も被害者だよ、今日だ、いきなりもうあれだよ、入れるなんて言ってないか、てパパが2300円入れますねって言っちゃったんでしょ。今日マイナス1万9000円だよ、今日どうすんだよこれ、金ないのに。すいません、まさかね、中山金杯のバカ馬ね、筑波東王と京都金杯のバカ馬ね、エアスピネルが一着になってすいませんでした。いや最終は言いません。いやすいませんね、本当皆さん。ブラックムーンなんであんなさ伸びないの最後ね、ただ単純に力が弱かったってことね、まあ、前走強かったからな。ね、はい、外回してたね。なんでインつかないんだよ、一か八かインつけよな、詰まってもいいから。なんで内枠内に外回してんだよ、あれ。ああ、しかも今回荒れなかったしね、荒れなかった、京都金杯も中山金杯も荒れなかった。いや皆さんすいませんね、本当に今日は、うん、許してお前さ、うん、何を調子乗ったこと言ってんだ、まあ、いやまあしょうがない、これは何がしょうがねえんだお前、だいや競馬っていうのは当たる時と当たらない時ある。お前絶対勝つって言ってたじゃん。いやで絶対勝てるけど、そう、それは常に俺の予想に乗ってれば勝てる。え、これ皆さんこれ聞いた、これ罰ゲームですよね、これ。え、もうなんか絶対罰ゲームして許せないもん、許せねえよこれ。いやまあね、許せ、来週も乗れば多分当たるから。来週だ、2000円ずつ毎回乗っていけば必ずプラスになるから、で1回で当てる。これほら罰ゲーム、罰ゲーム、ほら罰ゲームで。いや罰ゲームないでしょ、罰ゲームでキスっておかしいよね。これご褒美の中だもんね、勝った時に。ご褒美は何でもないけど。いやもうだ、罰ゲームはママさ、ねえ、ママさスロットでさ1日2日3日で6万負けてんだよね。パパどうしてくれるの？でも6万も6万2000もあんま変わらなくない？ね、あんま変わらないでしょ。いやそこをね、そこを返してくれるのがまね、